の本日もお手取り気持ちの方ご利用いただきましてありがとうございます。寝台特急あけぼの青森行き出す上野は時間通り発車しております。はい、時刻も遅くなっておりますので、これから先止まります駅と到着時刻、車内のご案内、いくつかのお願いをいたしまして、放送でのご案内は明日の朝秋田駅到着20分前まで休ませていただきます。これより時刻は深夜帯となりますため、お休みになっているお客様の妨げとなりませぬよう、放送でのご案内は緊急時を除きまして明星秋田駅到着20分前まで休ませていただきます。それではこれから先止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次の大宮21時40分、高崎は22時46分、日付が変わりまして村上は3時18分、渥美温泉4時6分、鶴岡4時33分、余留4時47分、高田5時ちょうど、湯座5時13分、久方5時36分、伊香保5時47分、宇保本庄6時1分、秋田6時38分、八路方7時6分、森竹7時30分、東之代7時48分、二ツ井8時3分、高野巣8時15分、大館8時32分、碇ヶ関8時55分、大鰐温泉9時3分、弘前9時14分、新青森9時44分、終点青森は9時52分の到着です。続きまして車内のご案内をいたします。列車は終点の青森まで8両での運転です。先頭が8号車、一番後ろは1号車の順に運転してまいります。1号車リリースゴロントシート、女性のお客様専用でございます。男性のお客様のお立ち入り、またトイレ、洗面所のご使用はできませんのでご注意ください。2号車から4号車までは B 寝台、5号車、6号車 B 個室、7号車 A 個室、8号車ゴロントシートでございます。この列車1号車から4号車までと8号車はトイレ、デッキを含めまして全て禁煙でございます。車内禁煙にご理解ご協力をお願いいたします。また車内には食堂車、車内販売、自動販売機などの設備はございません。またロビーカーやシャワーなどの設備もございませんので、あらかじめご了承願います。遅くまでのお話は他のお休みになっているお客様のご迷惑となりますので、お控えくださいますようお願いいたします。また朝早くお目覚めになりましても、お静かにご質問くださいますようご理解とご協力をお願いいたします。なお、たまにではございますが、車内でスリ、置き引きなどの盗難事故が発生いたしております。お休みになりますときは現金、貴重品は必ず身につけてお休みくださいますようお願いいたします。またお席を離れる際にも現金、貴重品の管理、十分ご注意願います。受け供のお願いで恐縮ではございますが、携帯電話通話の際にはお休みになっているお客様のご迷惑となりませんよう、電気でのご使用をお願いいたします。個室ご利用のお客様でお願いいたします。5号車、6号車、7号車個室ご利用のお客様、寝台内での寝た箱は火災の原因ともなりますので、おやめくださいますようお願いいたします。ご案内いたします担当社長は秋田美優香長谷川と菅原です。途中の秋田までご案内させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ただいま社長、車内にお伺いいたしまして、お手持ちの切符を拝見いたしております。まだ社長に切符をお見せになっていないお客様、恐れ入りますが、社長に切符をお見せになりましてからお休みいただきますようご理解とご協力をお願いいたします。本日は寝台特急あけぼのご利用いただきましてありがとうございます。